寺島取り返す、快速とレイアップになりました。一進一退の攻防でしたが、琉球が琉球ファンの声援を受けてダンカンとエヴァンス、ダンカン行く、自分で行って、クーリーへのパスがちょっとずれます、ターンオーバーとなって寺島、そして辻走ってきた、快速とレイアップ。いや、このテンポで今の琉球はね、このテンポが合ってると思いますね。なるほど、快速とエルボーから、うん、うわー、うわー、決めてきます。落ち着いて決めてきましたね。ナイソットのシュートタッチしているのか、2本連続決めてきました。タッチいいんでしょうね。さあ、ブラックシャーからナイソットだ、いや、このハイローガン、ダーラムのリバウンド、ダーラムそのままプッシュ、高いですね。ナイソットのブロック、岸本が運ぶ、ディフェンスがいいです、はい、そして大外のブロック、ダーラムをブロック、そして速攻、辻直人のチーム、これは広島の形。さあ、早い攻撃につなげようという広島です。カイソットダンク、よく戻りましたね。あ、よく戻りましたね。足が動いている両チーム、寺島プッシュしていく、カイソットアリウープだ、これですね。来ました、ホームアリーナサンプラザのファンにも今日がお披露目となっているカイソット、エヴァンスからそのカイソットへ行きました。速ですね、いいですね。で、青木も体を寄せていきます。中村スピードを上げた、かわしてカイソットを仕上げました。もうボールを回してメイヨ、遠くを見る、いや、自分で行くか、ボールを拾ってカイソットですよね。はい、待ち受けていました。後半も、しっかりと期待して見ていきたいですね。メイヨ通った、そこもカイソット、フォローに入ってきました。いい動きを見せます。 DR からユトフ、ライト打たない、ターンオーバーになった、カイソットからメイヨ、寺島とつないでスピードを上げてリープ、ライト打たない、ターンオーバーになった、カイソットからメイヨ、寺島とつないでスピードを上げてリープ。そこで、マッチアップが変わっている、ローテーションがされているところの中から辻選手の上からですね、はい、リバウンドが取れているので、まあ、そういったところがいい強度で守ってますね。はい、ソットが来た、リアルが手を出す、ソットが開いた、合わせた、いや、寺島とソットの合わせがいいです。カイソット、中村拓人がここでカイソットに預けるディッシュパス、その不入が受けてカイソットの合わせも意識しながらニックメイをリバースレイアップ、カイソットセカンドチャンス、バスケットカウント。中村などいろんな選手が泳ぎながら受けました、田島潜り込む、ドラブラック、カイソットのブロックショット、今日はディフェンス気を吐いていますトーマス・ケネディ、田島、ジェイコブセン、おー、ブロック、カイソット2つ目ブロック、残り15秒切りました、ここで行く寺島、まだショットクロックあります、残り5秒、おー、ここで動かしてカイソット、もうちょっと時間引っ張ってもよかったかもしれないですね、はい、それかもしくはこの試合のこの最終エンドに向けて逆にこう休ませてるっていう考えられますね。名誉からカイソットの合わせ、さあ広島のポゼッション、寺島からのエンドインバウンドからニック名誉、名誉カイソットフリースローラインジャンパー、中村拓人と中村航平、カイソットフローター、うまいですね、出ます、オープンだ、ブラクシアジュニア入っていってジャフルクラッチティップイン、2度目のプットバックで沈めましたカイソット、せっかくオフィシャルタイムアウト前スリーで差を詰めましたが入ってきました、リバウンドブロック、カイソット3つ目、福澤来ない、リバウンド、そして走ります、寺島が行く、おー、ノールックで預けてエヴァンスステップバックスリー、リバウンド、カイソット、このプットバックも止まりません、山口から預けて中村航平、山口、タイロー、ジェイコブセン、おー、ブロック、今度はカイソット、今度は返したばかりにブロックです、そしてエヴァンス、
寺島、拾ってくるアイソット、アイソットのワンハンド豪快に振り下ろしました。スイッチして中村航平、エヴァンス、ここはミスマッチ、バランス崩しましたが、アイソットティップイン。もう少しオプションを増やしてほしかったですね。寺島スネークで入っていって、アイソットへフローター、柔らかいタッチです。そして決め切りました中村航平です。いい形ですね。カイソット、カイソット、カイソットでここは来ています。カイソット、オープン、捨てられたところでロングツー。ある程度ここは開けられましたけれども、追い込みました茨城です。さあここで決めればまた一桁差、カップストップが、おーブロック、カイソットのブロック、高いですね。寺島奥に来ます、ちょっとフロアダイブ拾った寺島、カイショット、メイヨカット、そこメイヨへ、冷静ですよね、カイショット、はい、カイショット、ブラクシアジュニア、ビッグメイヨから受けて寺島、そして上沢のフローター、最後はアリウープ、カイショット、カイショット、ツーポイントのジャンパー、冷静にベースラインジャンパー決めました。中に入れて、さあここでメイヨ入ってくる、決めてくる、メイヨからこれはシンプルにショット、これ続きます。いや強引に持っていって、持っていって、しかしここは快速と、いやエサトンがいた、ファールになりましたか。広島が前に出るか、あるいは同点になるかというオフェンスとなりました。ブラックジャジュニア、そっとここまで来た、そしてオフィシャルタイムアウト、出しどころがなく苦しんでいるようにも見えますが、ここでエサトンが侵入する、強引に持っていって自分で持っていく、さあここは広島守りました。さあ今度は広島です。ここでまたスリーが来るのか、中使ってくる、そっと、さあここで来た、さあ今度は次が来るのか、やり返しましたね、やり返しました、次そうですね、外あるので、はい、ウィリアムズに任せるか、メイヨがつく、ウィリアムズここは行かせない、でかいな、ソト選手、ここはソトのディフェンス、さあ広島、富樫、岸本に続いての3人目ということになります。小野がいる、もう一度寺島インサイド切れ込んでくる、これはいい形でパスがつながったハイソットです。メイヨちょっと考えて、寺島ここは回して辻中に入る、メイヨ、そしてこれもパスが綺麗に回っていきました、ハイソットです。ちょっと NCA 選手とちょっと違うメンタリティー持ってるような感じがしますよね、はい、やってやるぞっていう、見てみろっていう、これは来た、5番です、ここから踏ん張っていかないといけません。スミス、ダブルチームいってる、どうだスミス、難しいところ、グラウンドは上へ出す、いやしかし下に、広島はブラックシュアジュニアもコートの中に入ってきている、うわ中村、いや言ってたんですよね、これやりそうな雰囲気あるんですよね、はい、そして神沢から中村回して、いや痛いな、これ広島としては最高のプレスでしたね。そうですね、あーそうなんですかね、そこまではどうかないですけど、まあ近いですよね、はい、お、ここはメイヨ、メイヨ中選択、センター動いている、ロクシアジュニア一発目のデザイン、辻選手を選択してきました、はい、前空いていました、これはこの次にも警戒しなければいけません。さあセカンドチャンス、あブロック、マークから上沢、ハイソット2ポイント、ここのジャンパー昨日から解説選手落とさないですね。そうですね、あ野崎のプレーから今スミスのゴールが生まれました。解説が送る、名誉から解説と見渡してブラックシア、カイソット、ここはカイソット取ってダンク、これですね、これでいいと思います。